こんにちは。今回は私のフォルツァ MF13 のタイヤをミシュランのシティグリップ2からダンロップのスクートスマート2に交換したインプレッションをお伝えします。交換の理由や両タイヤの特徴、そして使用感を詳しく紹介していきますので、これからタイヤ交換を検討されている方はぜひ参考にしてください。まずはスクートスマート2を選んだ理由についてお話ししましょう。このタイヤは2022年に発売されたばかりの新製品で、同クラスのスクーター用タイヤとしては最新モデルであったことが最大の理由です。また耐久性が高い設計とされており、タイヤのコンパウンドにシリカを新採用していたこともこのタイヤを選択した理由です。スクートスマート2を装着した直後の第一印象は硬いでした。タイヤの転がりが良く、ロールがスムーズで、応答性が良く操作性が向上しているのが実感できました。ですがロードノイズも拾うようになり、不快ではないレベルですが、路面の細かな凹凸がハンドルに伝わるようになってきました。ではこれまでのシティグリップ2とスクートスマート2の性能を比較してみましょう。シティグリップ2は雨に強く、一言で言えばオールシーズンタイヤ的な性能を持っています。一方スクートスマート2はサマータイヤ的な性能を持っています。つまりシティグリップ2は雨の日でも安心して走行できるタイヤですが、スクートスマート2はよりスポーティーな走りが求められる方に向いているタイヤです。とはいえスクートスマート2のレイン性能についてはシリカ採用で向上していると言われていますが、個人的にはシティグリップ2に劣ると感じました。ただ慣れれば問題なく走行できると思います。またスクートスマート2に変えたことで 60km 程度でハンドルを離すと左右に揺れるシミー現象が解消されました。この現象はシティグリップ2では特にひどかったのですが、スクートスマート2では全く出ません。タイヤが硬いということが効果をもたらしていると思われます。フォルツァ MF17 に関してはシティグリップ2が純正で採用されているようです。シティグリップ2でもシミー現象が出ない対策がされているのかと想像します。また MF17 の前モデルである MF15 でも同じフレームなので、もしかしたらシティグリップ2装着でシミー現象は出ないのかもしれません。これは MF15 でシティグリップ2を装着している方に聞きたいところです。スクートスマート2に交換する際の費用ですが、シティグリップ2と比較してもそれほど変わりません。耐久性に関してはスクートスマート2の売り文句でもありますが、これから使っていく中で確認していきたいと思います。今回はシティグリップ2からスクートスマート2への交換インプレッションをお伝えしました。両タイヤの特徴や使用感を比較しながら、どちらが自分に合っているかを考えてみてください。それでは今回のインプレッションはここまでです。このチャンネルではバイクや狩猟に関する情報をお届けしています。次回もまたお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。